ニューカッスル・ユナイテッド・フットボール・クラブは、イングランド北東部タインウィア州、ニューカッスルはポンタインをホームタウンとする、イングランドプロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。愛称はマグパイズ。2021年10月7日、クラブが買収されたことによりパリ・サンジェルマン、FC を抜いて、世界で最も資金力のあるクラブとなった。2006年に公開された、映画、 ゴールでは主人公のサンティアゴが入滑するユナイテッドに入団した。ゴールはフィファが史上初めて公認した映画でベッカム、ジダン、中田秀寿、ラウール等のスター選手が出演していることで話題となった。この映画は3部作で2作目はレアル・マドリードが舞台。3作目はワールドカップが舞台である。サポーターはトゥーン・アーミーと呼ばれ。 伝統的に攻撃的なフットボールを愛することで知られる。故障はニューカッスルに住む人々の間で話される方言がタウンをトゥーンと発音することに由来する。クラブのレジェンドであるアランシアラーはプレミアリーグの歴代最多得点記録を有している。彼もネッカラのジョーディーである。昔からのライバルはサンダーランドとミドルスブラ。特に同じタイニアンドウィアに本拠を置く。 サンダーランドとのダービーはタイムウェアダービーとして知られ乱闘寸前の激しい試合が行われる。ホームスタジアムのセントジェームズパークは町の中心部、ニューカッスル大学に隣接した小高い丘の上にあり、町のどこからでも見ることができる。この地域には、ニューカッスルイーストエンド FC とニューカッスルウェストエンド FC という二つのチームがあり、1881年に ウェストエンドが財政難に陥るとイーストエンドが買収し1893年に入滑するユナイテッドが誕生した。現在のホームスタジアムセントジェームスパークは吸収された入滑するウェストエンドのかつてのホームグラウンドである。1988から89シーズンにディビジョン2に降格し1992年のプレミアリーグ創設メンバー入りを逃す。 1992から93シーズンのディビジョン1で優勝を果たし、1年遅れでプレミアリーグに参戦。ケビン・キーガン監督の下で1995から96、1996から97シーズンとにシーズン続けて2位に入るなど、1997年まで好成績を残したが、 1997から98シーズンから4シーズン連続して2桁順位が続き、ほぼ1シーズンごとに監督が交代する悪循環に陥る。2000年代前半は、中位の上が定位置となり、2003から04シーズンは5位で、2005から06シーズンは、序盤低迷するも、グレアムスーネス監督更迭後に連勝街道を、爆心し7位でシーズンを終えた。 FA カップではベスト4の常連であった。2006年のアランシアラー引退後、マイケル・オーエンを中心として攻撃陣を構築を試みたものの、2006から07シーズン以降は積極的な補強の会なく残留争いに終始する。2008から09シーズンは18位に終わり、チャンピオンシップ降格が決定した。 2009から10シーズンはチャンピオンシップで優勝を果たし1年でプレミアリーグ復帰を果たした。2011から12シーズンは夏の遺跡市場においてデンババ、ヨアン・キャバエ、ガブリエル・オベルタン、ダビデ・サントンラを獲得した。冬の遺跡市場ではパピス姿勢を獲得した。リーグ戦では好調を維持し5位でシーズンを終え。 UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。2012から13シーズンの夏の遺跡市場では、ロマン・アマルフィターのフルノン・アニータラを獲得。冬の遺跡市場では、マテュー・ドゥビューシー、マップ・ヤンダム・ムビは、ムサシ・ソコなど、フランス人プレイヤーを多く獲得した。ヨーロッパリーグではベスト8まで進んだが、リーグ戦では16位に終わった。 2013から14シーズンは、ロイク・レミーを獲得し、リーグ戦では10位に終わった。2014から15シーズンは、シームでヨング、レミ・カベラ、エマニュエル・リビエールラを獲得したが、開幕から7試合勝ちがなく、パーデューは12月にクリスタル・パレスの監督に就任した。2015年1月26日、パーデューのアシスタントコーチだったジョン・カーバーが、 後任についたものの15位に終わった。2015年6月9日、カーバーを解任し、翌日に、スティーブ・マクラーレンが就任した。2015から16シーズンは、ジョルジニオ・アイナルドゥム、アレクサンダル・ミトロビッチ、フロリアント・バンを獲得するなど、積極的に動いた。さらに冬には、アンドロス・スタウンゼントとジョン・ジョ・シェルベイという実力者2人を、 獲得した。しかし、28試合で6勝しかできず、2016年3月11日に、マクラーレンを解任し、スペイン人のラファエル・ベニテスが3年契約で監督に就任したが、結果としてシーズンは19位に終わり、翌シーズンのチャンピオンシップ降格が決定した。2016から17シーズンは、 タウンゼントやワイナルデムといった主力が次々と対談したが2017年5月7日ホームでのバーンズリー戦に3から0で勝利しチャンピオンシップ優勝と1シーズンでのプレミアリーグ復帰を果たした2019年6月30日ベニテスはクラブとの新契約を拒否し辞任した7月17日サンダーランドの監督だったスティーブ・ブルースが3年契約で 監督に就任した。2021年10月7日、サウジアラビアの公的投資基金及び、英国系の PCP キャピタルパートナーズと、RB スポーツメディアで構成される、共同事業体が、セントジェームスホールディングスからクラブを買収したことが、発表された。ドゥブラフカ1シェアゴフェルマンデス18ラセルス6。 マンキージョ19社ェルベイ8平ン14アルミロン24サンマクシマン10ジョエリントン9中選手の国籍表記は FIFA フフの定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他の保有国籍を星印は EU 圏外選手を示す。中選手の国籍表記は FIFA フフの定めた代表資格ルールに基づく。中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。